2023年のレゴの日に買ったのは、皆さんこんにちは、シロゲーです。はい、ついにこの日がやってまいりました。5月5日はそう、レゴの日です。はい、レゴの日がついにやってまいりました。去年はちょっといろいろあって動画にはしてなかったんですけど、今年は動画にしたいと思います。ちなみに去年はレゴ忍者GOの忍者合体ウルトラメカスーツを買って、おととしはレゴクリエイター絶叫ローラーコースターを買いました。そしてまあ皆さん気になると思うんですけど、僕は今年は1個しか買ってません。本当は別々のものを2個買うつもりだったんですけど、まあちょっと今年については JBF 参加ということもあって、出費を抑えるために今年は1個だけ買いました。そしてついさっき届いたので見せたいと思います。はい、今回買ったものはこちらです。輸送箱の時点でめちゃくちゃでかいです。はい、ということで改めて2023年のレゴの日に買ったのはこれだ。うおー、はい、今年はレゴアイデアのレゴトランスフォーマーオプティマスプライムを買いました。これは発売してからめちゃくちゃ欲しかったレゴなので、すごい嬉しいです。ちなみにこちらの定価はなんと20,000円です。僕も2万円切ったら買おうかなって思ってて、アマゾン見たらなんと18,000円で売ってましたので買いました。はい、じゃあドアアップで見ましょう。もうこの時点での完成度がもうめちゃめちゃ高いんですよね。実を言うと僕はレゴアイデアのボルトロンが欲しかったんですけど、絶版になって買えなくてめちゃくちゃ後悔したので、もう今年は絶対後悔しないと決めたので、これを買いました。はい、ということで今年のレゴの日はレゴトランスフォーマーオプティマスプライムを買いました。ちなみに動画の最初で言ったもう一つ欲しかったものはレゴクリエイターの宇宙探査隊でした。あれが1万1000円で売ってたんですけど、まあちょっとどうしても JBF の参加ということもあってこれは諦めました。まあおそらくなんですけど1万円切ったら多分絶対買うと思います。はい、こちらのオプティマスプライムは5月中には動画にしたいと思いますので楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。